山形市の児童遊戯施設コパルを設計した建築士を招き講演会が開かれました。県建築協会の創立20周年を記念して行われたこの講演会、講師は一級建築士の大西真紀さんと百田裕樹さんです。2人は東京を拠点に活動し、去年オープンした山形市の児童遊戯施設コパルを設計しました。今日はおよそ100人の参加者に愛される建築とは何かを語りました。一つのものにいろんな方にとってのいろんな意味を生み出していくということを行ってきました。人と応答し合って初めてそこにこう立ち上がってくる何かっていうものがあって、そのこと自体が愛される建築につながっていくなというふうに思っていて、そういう意味ではすごくいいお話。この後、地元の建築関係者とのトークセッションも行われました。